し、ちょっと今日あと2回くらい頑張って。終わりかな。シールドは的確なタイミングで使えば無敵だよ。そこをどこで使うかっていうのをこう試行錯誤しながらやるのが楽しい。 I admire your moves, pilot. Two kills. Well done, pilot.すごい、今回運がいいぞ俺。もうタイタン呼ぶ。やべ、ただ味方がちょっともうちょっと頑張ってほしい。タイタン俺だけだからさ、集中的に狙われる可能性ないよ。返してもらおう。ありがとう。助かった。だねー、俺も。悔しいな、このマッパイロットに。いるのは。やっぱり先にタイタン呼ぶとな、集中効果をこうやって浴びるんだよな。ある程度仲間がタイタン呼んでから、ここは生き残れる可能性は高いんだな。
敵が増えたら狙うか。困ったらとりあえず使えるし。シール使えねえ。使えるか。来た。もうこのまま最後まで行くぞ、モナック。どこで戦ってたんだ。ディフェンスのね、システムがないんだよね、モナック。だから辛いんだよな。こっちも味方がいるから俺はこっちから行く必要ない。パイロットも狙われてる。ここすごいね。こっちは大丈夫か。撃つ前に敵のタイタン大丈夫でいいし、間違ったか。もう一問死にそうだったし。ああ、ここに落ちちゃダメでしょ。場所変えないと。タイタンしかいないし、ここ。行かないな、なかなか混戦状態になったら俺何をする、どういう立ち回りをすればいいのかいつも分かんない。
敵のタイタンがものすごい問題だ。邪魔だな。まあまあまあいたろ。あと一回かな。一回やったら違うんだよ。よし、今日はじゃあこれで終わり。やっぱ最後はイオンで頑張ろう。イオンね、やっぱシールド使えるってのが大きい。さっき俺オナーク使ってる時にもうイオン先輩の出番ないじゃんって言ってたけど、まあそう考えれば確かにオナークはシールド使えないけどイオンは使えるんですけど、一応差別化されてる、跳ね返せるしね。まあ、すごいフラットラインちょっと頑張って使ったのか、あんまり好きじゃないんだけど、結構威力は高いから。渋いよね、この武器。フラットライン。あ、向こうは戦場に。今回敵めちゃくちゃうまいぞ、これ。最後って言ったけど、なんかこれ、ボロ負けしそう。相当敵うまいわ今回。これ連携してるし、なんかうまい。なんか敵のタイタンばっかじゃん、もうこれ。
完全にもうバレてた。イオンってこの状態を打開できるとは思えないんだよ、正直。無理だっつーのちょっとこれをなんか最後にするのは悲しくなってきた。ボロ負けじゃん。効かないね。残念ながら効かない。俺のシールドはあるんじゃん。囲まれてるじゃん。はい、もう一回シールド使えないかな。そうすればまだ可能性はあるぞ。効かない。うおよし、4対3耐えたんだ。なんとかなるかもしれない。まだ早めに俺は諦めないと。みんなで連携するぞ、4人で固まって。あれ、なんかもうすでに1人2人やられていく。ちょっと、あともう2人しかいないじゃん。4じゃダメだ。心細すぎる。なんかこれあえて裏取って、この人こいつだけ。レーザーコアも全然たまんないしな。ちょっとやっぱこの人と一緒に連携してもらう。俺行くぞ、こうなったらもう。しゃあ最後の最後にあがいてやる。なんだって。が次の敵はもう、あっし、無理だ。頑張ってんだけど全然ダメだ。すごい混沌としてる。いや無理だ、これは逆転は。やれるだけのことはやったぜ、俺は。いや、俺結構頑張ったと思うんだけど。シールドの出番だ、シールドの出番だ。
か嫌だな俺これで終わり。やっぱりな俺1位だろ。この状態でよく10キロもしたよ。タイタンも3キロした。これ最後はやだな。寝つき悪いな。ちょっとあともう一回くらいやるか。あ、俺も久しぶりにローリン使ったな。ローリンはあまり使ってなかったからちょっとローリン使ってみる。久しぶりに。いやーちょっとこれを最後にするのはちょっとって感じだわ。ちょっともう一回くらい。